8月超過情報。何にもないってダメダメ。お久しぶりですね。1年ぶりかいな。いや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 、流し民家さ、いやいや解散したんかなって思ったけど、いやいや違う。そうですけど、解散もしないし、先月あったばっかり。あ、そうか、うん、暑いの。そうですね、暑い日が続きます。今日は40度超えとか39.何度か、すごかったね、全国で。いや本当みんな言う言葉は暑い、今年は暑いから物価は上がるけど給料は上がらん、そりゃそうだその言葉ばっかりよ。7月の中旬ぐらいからお客さんの動きが悪いな。暑すぎてじゃないですか、逆に。逆に暑い気だと思う。暑すぎてもつりつり気にならん。いや店来たら涼しいのにな、クーラーガンガンに怪しいんじゃないですか。なんでもない財布は持ってきてよ、ちゃんと今日もいいか、持ってきてます。何ですかこれ。遠征行くんですか。行かん行かん行かん。もうこの時期釣り行かんよ。行ってももう夕方の一か釣り、イカ飯、まあ、よう作っとるじゃん、はい、プロ並みの、はい、あのレシピを教えてあげたいんや、はい、初めて行った人で広島のお客さん、うん、食べたら、うん、大好評で。えていうかイカ飯食わしてくださいよ。なんで高い高いで高い売り物それも作れやじゃん。いや分からんすもん作り方が。イカに飯突っ込んで、はい、米で米、はい、ここで煮ないだけだ。うーん、あ煮つけみたいな。まあまあまたやるわ。一つ1000円の高い系なんで。でも美味しいで、はい、いやもうちゃうんすよ。イカ飯の話じゃないですよ。あそうだ、はい、超過情報、はい、超過情報。いや超過情報ないって平政はダメだろ、はい、深瀬の平政も全然今年ダメだろ。やっぱダメだった。ダメだったな。キスもこんだけもう気温が上がったらもう水温もな、うん、上がるけ、ちょっと大きいに引いとるしな。朝のうちは食うけどもう日が入ったらちょっとちょい投げじゃ今釣りにくい。まあいつもの年に比べたら調子が良い。そ、うんうん、だから中味もダメだったろう。甘め味がちょっと釣り始めたぐらい。周りのお客さん多いよってな浜田は。あのクエ釣りとか。ああ磯に泊まってるんですか。イカ釣りとかな。いやいやハトハトとかに泊まってる。だけど週末土曜日の晩。あれってぶっ込みでってことですか。ぶっ込み。死んだやつですか。イカは。イカは現地調達できれば。それかあの冷凍のサバ。上なガチタックルでやる人もおるんじゃない。渡った人が寄った、うん、結構あの泊まりの人が多いっていうな。まあ夜、まあ、涼しいですしね。夜じゃないと動かねえ、うん、朝早くじゃないとな。チーバスもあの川口なんかでもぼちぼち、まあ、連れとるとは寄ったな。ルアーですか。ルアーでな、うん、まあちょっと今年は餌が出んな。虫餌がやっぱり切れるわけない。完売ですっていう時がない。なかなかまあちょっと今年異常に暑いですけど。異常に暑いな。その今までその例年で言ったら、うん、この8月っていうのは大体何が釣れる時期なんですか。大体もうキスだな。あのキスって加工でちょっとあれがあのジグサビ引きであの何カマス、はいはいはい、これぐらいのカマスが釣れるとは言った朝夕。えでかくないですか。うんジグサビ引きで。ジグサビ引き、あ今日買って帰るんですよね。ジグサビ引き今から行ってきました。深瀬では何が釣れる。深瀬は今あれの前もう餌釣りだらけで。ああ、うん、まあ一枚渡ったりするやな。いやまあ今度また浮かせとかしようと思うんですけど、うん、この間ちょっと実はちょっと言いそうで大きい言いそうで浮かせしようと思って行ったんですけど、うん、もう足元が豆味だらけで、あもう全然釣りにならんす、うん、もうどこに投げてもどうなんだろう。もうどこに投げても何してももう豆味しか来んす。それで終わりんだまあそれもあるかもしれない。まあアジは川線はなかなかあれだけ数おったら、ね、で泳ぐスピードも速いじゃないですか、うん、それでサバゴってみ。あ最悪っすね。もう最悪だけ。私もこの前高島行ったんで。えそうなんですか。内緒で。内緒で、うん、君たちに内緒で。なんで内緒で坊主だったら恥ずかしい。そんな情報知らないですけど。坊主だったら F カセですか。いやいやいや。タルっすか。タル。やっぱイサキっすか。うん、コダン買ったんや。はい。コダンってまあ本土向きだけ。はい。だいたい揚げの潮がこう左、あまあ下電方向にこう、はいはいはい、流れるのがベストなんや。あ投げたらあれ今日右じゃん。右。はい、でずっと右で今度右から当て 右から手前にこう戻ってくる。最低じゃない。最低ですわ君みたいなもんだで10時ぐらいに投げたら、はい、もう潮止まり。最低君みたいなもんだおお今日絶好調ですね。えで釣れんかったんですか。釣ったよちゃんと。何をイサキとタイと。あタイ釣れたの。豆開きだけどあれ外れた。へぇ坂塩でも釣る男だ。わりかし太陽釣りますね。太陽釣るんだ。めでたい男だけ。太陽男ですね。太陽男結局水中機入れてな
1本半から2本ぐらい落として樽で、うん、でまあこれぐらいの酒だったけどな、タイは50あった。あでもう10時にやめた、もう無風でものすごい暑いし、で船が迎え来る頃に、風が吹き出して、あで帰ってすぐシャワーして、はい、ビール飲んで、はい、爆睡してねそんなとこでやっぱまあ変わらずって感じですね。変わらずというか、まあ、例年より悪いな。エサ取りがもうむちゃくちゃいますからね、うん、じゃあまあカゴ釣りしてもやっぱりどこもイサキとか、うん、イサキが来たらまだマシなぐらいな感じです。まだな、本当に合うものおらんすもんね。おらん、漁師さんも言うけ、あ全然沖もおらんって言うけ。だって何年か前とかもこの年、この8月ぐらいとか豆ひらが来るもんね。もうバンバン豆ひらだったり、うん、下手したらちょっと普通のレギュラーとか来たりとかしてましたもん、ね、あの深瀬の平間さんの時にな、でかいバカでかいのが来たりして、はい、それからあの豆平がポロポロと連れ出して、はい、で秋に移行するんだけどな、はいはいはい、で10月11月からまたでかい80、90な、うん、出だすんだけど、今年多分秋は秋なりに連れてくれると思うけど、さすがに連れてくれんと1年中連れてないですよ。こんだけ連れまったら平間さってまあ、北上したのかもしれないし、何の浜田だって、何のサインだって、もう釣りだっちゃもう解散だな、カゴ釣りでダメじゃん確かにダメだな、秋が心配だけど解散の日は近いかもしれないです。近いないやなんかね、あの鳥取にも一回行ったんですよ、ヤサオと行ったんですけど、まあちょっとその動画はお蔵入りになっちゃったんですけど、あ坊主坊主ではないんですけど、うん、あまりにも聴覚が乏しいんで、まあ、お蔵入りになったんですけど、磯だったの、磯です。前渡ったとこ、いや天王島っていうところで、あの鳥取砂丘から見える島なんですよ。で前、あの平和拓也さんとかも何回か上がってる動画が上がってるんですけど、まあ、そういうところで行ってみたんですけど、まあ、足元は豆味だらけだし、当たりも全然ないし、だけど上がってる超過情報は最近、あの豆平がポポポって上がってるんですよ。あれな、村があるんよ。そうそう、風なんかもわーっと空気、人が行ったら釣れてないとかな。だけまあ常に行く人がいいんだろうけど、常に行かないけど、そうだから当たってる日の人は、ね、ラッキー、豆平5本6本とか釣ったりとかしとるんですけど、うん、そんな感じで、うん、だから見てたんで、まあこっちとまあ変わらないか、こっちより下手したらちょっといいんじゃないかなと思って行ってみたんですけど、だけどやっぱり少ないんで、うん、行った日は全く、お前わからが釣れたりな、変な時期にな。で漁師さん曰く、あのこの時期あんまり聞かんけど、サワラ、はいはい、サゴシ、はい、が食ったりとかな。でこんな時期じゃないですか、大体春とかな、春の魚だけ、大体感じでな。ですね。まあ秋を楽しみに待つしかないよ。10月の中旬以降じゃない、ちょっと涼しいなって、まあ、秋が一番楽しいですもんね、まあまあまあ、釣りもしやすいし、そうそう、魚も釣れるし、うん、まあ本当あの昼間にでも餌買い来る人おるけ、今からですって聞いたら今からっていうけ、どこに、いやキス釣りとかな、あ金魚歩き、一応な注意喚起、あの熱中症はな、はい、気をつけてくださいよと、一応な声かけはな、はい、したりしおるんだけどな。本当気をつけないと、いや本当命に関わることだけな、うん、はい、で水分補給、わしはまあ水分補給はこっちで、あれ水分補給ならんけなそれならんでって、あれもうならんけな2回ぐらい前の回の時に、うん、死にそうになったってことなんです。あれはね2回目におったけ絶対ダメって言っとったけ、痙攣起こすけやばいけだけど OS-1 とか、ああがいいみたいですね。もうやっぱりああいうものがちょっとお値段はいいけどな、うん、蛍光補水液かいな、うん、みたいですね。僕も水だけでいいと思ってたんですけど、うん、水だけじゃダメみたいです、ね、違うんだよな、塩気があるようなもん、うん、塩気がやっぱりないとミネラルがやっぱり汗で出るけど、うん、だけど本当に熱中症怖いで、はい、うん、まあ、気をつけながらやらないといけない、うん、まあ、あれと暑いけど、まあ、なライフジャケットは必ずつけてな、はい、ひたすらまあ釣果が上がるのぐっと抑えて待つしかないけど、はい、一応釣れてる魚種としてはさっき言ったような魚が、うん、そうだな、まあ調子は悪いけど釣れてるっていう感じ、うん、まあ今度秋になると大川ではオチギスとかな、でかいんですか。いやあんまりでかいオチギスじゃないんだけど、オチギスってでかいんですよね。でも大体はな、川の中は入ってくる、まあ今でも入ってるけど、オチアユとか、オチアユもある、あるしな、オチチヌ、オチチヌないオチグレとかな、それバカにしすぎでしょあとあれハゼ、ハゼ、ハゼがまあ、あれは10月ぐらいだけど、ハゼ釣りを楽しみに来る人もおるしな。ハゼとか食べたことないですけど、美味しいんですか。やっぱりキスより天ぷらしたらやっぱハゼの方が美味しいっていう。見た目ちょっとグロいですけど、ね、うん、
あの身がやっぱり淡白なんだろうな、上品な味、まあ江戸前でもあるじゃん、江戸前のあのハゼ釣りとか結構有名だけどな、船でな、あ船でですか、陸サナエンじゃ釣れないです、いやいや、この豪華のえあれで、ね、岸から投げ釣りで釣れるわけ、そんなとこかな、はい、うん、分かりました、まああとはしっかり買い物して、うん、今日、まあ、売上貢献ということで、うん、チャリンチャリンでゆきちゃんがピラーピラーで頼みますよ、はい、しっかり、はい、頑張ります、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、また、はい、はいはい、さよなら、はい。